はい、まこでございます。今回もよろしくお願いします。悟空たちと別れたご飯は西の砂漠に来ていた。早くデストロンガス装置を見つけ出さなきゃ。まず全体マップを見ます。はい、青の丸が現在地、ピンクの丸は小さいのが回復所、大きいのが修行場、黄色の丸はイベントで、赤い丸の砂山を目指します。では見どころ以外はカットしていきます。ちょっとカメハウスに寄り道します。お主なかなか良いものを持ってるではないか。それをわしにくれんかの。それがあれば何かひらめきそうなんじゃ。おお、これはムフフ、なかなかブーひらめいたぞ。ご飯キー春光で技が出るかもしれんぞ。ご飯は超魔弾を覚えた。よし、戻ってきてこの家。わしはこの世界に散らばっている幻のパズルを集めているんじゃ。パズルは全部で12枚あるんじゃが、あと5枚だけまだ見つからんのじゃ。お前さんがどこかで見つけたらわしにくれんかの。わかった。はい、ここでの修行は光線を使って板を割る修行だ。修行しますか。はい、説明聞く。オーラが大きい時に光線を打つんだ。常に動いているパワーメーター見極めろ。3回打って15枚割れば OK だ。 A ボタン、光線発射。はい、いいよ。パワーメーターが高い時に光線を発射しろ。ほい、お、いい感じじゃないですか。どうだ、6枚か。はい、お、いった、すごくないこれ。はい、パーフェクト。いいね、ラスト。失敗。狙いすぎた。あ、先ず、ご飯は合計15枚の板を割ることができた。必殺技を手に入れた。次の修行、ここでの修行は巻物を引っ張ってアレンジメントを覚える修行だ。来たね。説明聞く。タイミングよく A ボタンを連打して巻物を引っ張るんだ。巻物は連射が早すぎると破れて、遅すぎると戻ってしまうぞ。青、黄色、赤の順番で難しくなるぞ。さあ、どの巻物にするのじゃ。青、 A ボタンうまく連打するんだ。はじめゆっくりと、そしてだんだん早く押せ。 OK。 はい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 、落ち着いて落ち着いて。はい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 、あと10秒。おい、戻るな戻るな。おし、見えた見えた見えた。ゆっくりゆっくり。おい、戻るな戻るな。よし、もうちょいもうちょい。おい、戻るな戻るな戻るな。よっしゃ、おめでとう。技を一つ覚えたぞ。ご飯は魔法法を覚えた。ご飯は HP がアップした。もう一回来ると。今この修行はできんのじゃ。また後で来てくれ。わかった。この家誰もいないな。いないんかい。この砂山に先に訪れると、ここには何もないな。ないのか。町、話す人を選んでください。おじいさん、最近息苦しくての。なんじゃ、ピラミッドなら南にあるぞい。おじさん、うちの娘がピラミッドを探検に行ったっきり帰ってこないんです。ピラミッドに向かえということだね。はい、これか。よし、入ってみよう。真っ暗で何にも見えないや。町に戻ってきて、おじいさん、これさえあれば暗闇なんてへのかっぱじゃ。ライトを手に入れた。ありがとう。今度はライトがあるぞ。おお、こんな感じか。ダンジョンっぽいね。何にもないぞ。え、あ、あれ、こんなところに壁画があるぞ。ここから南東の方にもピラミッドがあるみたいだ。わかるのかよ。お、テンさん、ご飯、お前の技で初めに剣を2つ使う技があるそうだ。ありがとう。じゃあ南東のピラミッドに行きますか。お、なに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 。あー、出た出た出た、これか。よし、入ってみよう。おー、行きましょう。ここも何もないぞ。また壁画パターンか。バー、わー、びっくりした。ねえ君、この辺で変な機械を見たことないかな。変な機械？そうなんだ、デストロンガスっていう毒ガスを出す機械なんだね。知ってる？ふふ、僕を捕まえることができたら答えてやるよ。約束だよ、捕まえたら教えてもらうよ。前後左右に動くミイラを12回捕まえろ。ああ、ミスターポポの修行と同じね。スーパーサイヤ人と互角に動くミイラってすごいな。よし、オッケー。どうだ、捕まえたぞ。え、キャー、
え、君は女の子？なんで？知らなかったとはいえ女の子に13回もセクハラしてしまった。ごめんね。私はこのピラミッドの存在を知って探検しに来たんだけれど、変な棺を見つけて覗いてみたらミイラに襲われて、それからは覚えてないの。でもあなたのおかげでミイラの呪いが解けました。ありがとう。タッチされて解ける呪いってなんだよ。それよりもデストロンガス装置のことを教えてよ。それよりもって結構な大事だぞ。ごめんなさい、そんな機会は見たことがないの。とりあえずここから出ましょう。次に失敗した時のセリフの変化を見ます。残念、やり直しだ。あら、こんな岩は見たことがないわ。それじゃあひょっとしてこれが。ちょっと下がってて。えい。これがデストロンガス装置。それに触れるな。敵が現れた。ちなみにアイテムの必殺技カードを使えば、カードを組み合わせることなく覚えてる必殺技は何度でも打てますね。ご飯の魔候補ジークのパワードレイン、マジか。ハメハメハー、いけ。うわ、連続エネルギー波、ほい、エネルギー波、甘い。よし、いいね。お、うわ、分裂、マジかよ。増えた。今度こそ決めろよ、カメハメハ。よし、カメ仙人から教えてもらった超魔弾、いいね、最高。一体このモンスターを陰で操っているのは誰なんだ。そうだ、あの機械を壊さなきゃ。はー、ご飯はデストロンガス装置を破壊した。ご飯は HP がアップした。ご飯の最大カードの枚数が4枚になった。ありがとう。ここからは一人で帰れますから。砂漠地帯を空も飛べないのに一人で帰るの、すごいね。僕も急いで氷の大陸へ行かなきゃ。悟空たちと別れたピッコロは文福島に来ていた。まず全体マップを見ます。はい、青の丸が現在地、ピンクの丸は小さいのが回復所、大きいのが修行所、黄色の丸はイベントで、赤い丸の火山を目指します。では見どころ以外はカットしていきます。ちょっとカメハウスへ寄り道します。お主なかなか言うもの持ってるではないか。それをわしにくれんかの。それがあれば何かひらめきそうなんじゃ。おお、これは無風、なかなかブーひらめいたぞ。ピッコロよ、剣光で魔光砲が打てるはずじゃ。ピッコロは魔光砲を覚えた。よし、戻ってきて。ここ誰もいないな。いないのかよ、この家。誰もいないな。ここもかよ。ここ。ここには何もないな。ないのかよ。ここ。誰もいないな。はい。この火山を先に訪れると、ここには何もないな。はい。町。話す人を選んでください。お姉さん。この頃、頭痛が収まらないの。それに北西の洞穴から変な声が聞こえてくるし、気味が悪いわ。男の子。ゲホゲホ。そういえばこの前マヌケなモンスターがカエルと喧嘩してたよ。ここ、あんなところに穴があるぞ。入ってみるか。ようこそピーコロ。俺カワーズ、ボス強い強い。俺はピッコロだ。それよりデストロンガス装置はどこにあるんだ。言わないとぶっ飛ばすぞ。言わなくてもぶっ飛ばすよ。俺倒すとデストロンガスわからない。お前俺倒せない。俺お前倒せる。ざまあみろ。この野郎、言わせておけば、デストロンガスコポコポ火山にあるなんて言うわけない。コポコポ火山ね。ありがとう。しまった。バカかこいつ。カワーズは慌てて逃げ出した。ちっ、無駄な時間を過ごししまった。コポコポ火山だったな。ここにデストロンガス装置があるのか。うわ、ピッコロうわとか言わないだろ。暑さと毒ガスでこれ以上近づけないぞ。これでは探しようがないな。ブルマにでも相談してみるか。コポコポ火山のマグマが熱くてデストロンガス装置に近づけないのだ。なんとかならんか。わかったわ。急いで冷却装置を作るから修行でもして待ってて。火山を冷却するんですか。相変わらずすげえな。頼んだぞ。オーラが大きい時に光線を打つんだ。ああ、はいはいはい、わかりました。カットだな。
よし、そろそろできてるだろう。ちょうど出来上がったところよ。フリーズカプセルを手に入れた。早いとここいつを使ってデストロンガス装置をぶっ壊してやるぜ。ピッコロはフリーズカプセルを使った。見つけたぞ。これでようやくこの機械をぶっ壊せるぜ。ニョロロ、ついにここまで来たか、ピーコロよ。カーバーズ出てきやがったな。俺の名前はピッコロだ。まあいい、お前の周りには爆弾が仕掛けてあるのだ。なんだと？アディオスピーコロ、お前はデストロンガス装置に触れることなく死んでゆくのだ。チー、なんだ、デストロンガス装置が壊れたぞ。しまった、爆弾をデストロンガス装置に仕掛けてしまった。愛すべきバカだ。まさかサタンを超えるバカがいるとは。ああ、ミスターサタンのこと知ってるのか。スーパーサイヤ人のご飯もまだ少年だから、このオリジナルストーリーは時期的に原作だとセルゲーム前かセル編の後だね。キー、こうなったらお前を殺してやる。敵が現れた。亀仙人から教えてもらった魔工法、パワーズのエネルギー波。お、ナイス、よく避けた。魔空波、おお、いいね。連続エネルギー波。ほい、お、自爆しやがった。いいね。ピッコロは HP がアップした。ピッコロの最大カードの枚数が4枚になった。クソったれ、あんなバカと本気で戦おうとしていた自分が嫌になるぜ。よし、氷の大陸に向かうぞ。なんだか嫌な胸騒ぎがして来てみたけれど。こんにちは、母さんいますか。大きいトランクス、いい時に来てくれた。実はちょっと目を離した隙にトランクスが誘拐されてしまったんじゃよ。ややこしいな。僕がですか。君じゃないの、小さいトランクスの方だよ。ブルマは置いてあった手紙を見て飛び出しちゃうし。父さんは。ベジータ君もさっき現れて話だけ聞いて場所も聞かずに飛び出していったよ。僕も母さんと自分を助けに行きます。場所を教えていただけませんか。文福島ですね。わかりました。もう一回カプセルコーポレーションに来ると。ブルマたちは無事かな。行きますか。全体マップはさっきと変わりません。青の丸が現在地で赤い丸のモンスターを目指します。では見どころ以外はカットしていきます。街の会話の変化あるかな。お姉さん、この辺は静かでいいところよ。お、男の子。この島にはミスターサタンの家があるんだ。へえ、来たぞ。お前たちだな、僕を誘拐したのは。すごいセリフだな。敵が現れた。はい、オーラを貯めてからの攻撃、そして降弾。ピンカーンのエネルギー波。よし、ナイス。ポンカーンのエネルギー波。ふっ、ピンカーンの自爆。お、おい、自爆かわしたらもう死んだも同然じゃん。なんで生きてんだよ。お前もかい。オーラを貯めてからの攻撃、手刀攻撃、左右からの攻撃。ナイス。トランクスは HP がアップした。おい、母さんと赤ん坊はどこだ。東の離れ小島だ。ああ、さっき何もなかったところか。サイヤ人よ、よくここまで来たな。なんで未来トランクスのことまで知ってるんだよ。トランクス助けて。母さん今すぐ助けますから。おっと、動くなよ。動いたらこいつらの命はないぞ。バブー、貴様らの目的は何だ。サイヤ人の絶滅だ。このガキを誘拐しベジータをおびき出して始末するつもりが、お前のような奴が来るとはな。動くなよ、お前には必殺の一撃を食らわせてやる。覚悟しろ。クソ、どうすればいいんだ。いや、瞬殺できるだろ。死ねー。え、グオー、お前はベジータだろ。ほら、俺のクソガキに何しやがる。あらー、すっかりいい親父になって。と、父さん。トランクス、ガキどもは無事だ。とっととこの雑魚どもをやっつけるぞ。ベジータ、気をつけて、技が使えなくなってるわ。なんで知ってるんだよ。敵が現れた。スカットのエネルギー波。失敗した。で、ベジータはこのように操作不能で終始自分勝手に動くだけなので、他の4人と違って特定のカードの組み合わせで必殺技を覚えることがすごい難しくて、オートで選ばれるカードの順番も
則性があるらしく、普通にプレイしていてはまず揃えられないらしいんですね。で、巻物修行とか亀仙人から教えてもらったとしてもオート操作なので必殺技カードも使えませんし、例えばファイナルフラッシュとかやってほしいなと思っても他の必殺技を優先したりするので、ピンポイントで使ってくれるとは限らないんですよ。でもいろんな必殺技は見たいじゃないですか。なのでベジータ操作可能というチートを使います。卑怯なことしてるんじゃねえよって思う方は正論だと思いますが、皆さんと同じく他で仕事してるのでいつ覚えるかわからない、必殺技に時間かけてられないのでお許しください。はい、こんな感じですね。ベジータのエネルギー波、アイテムスチール取られた、連続エネルギー波、よし、 OK、 お、自爆した、よし、勝った、全員の HP がアップした、トランクスの最大カードの枚数が4枚になった、ベジータの最大カードの枚数が4枚になった。おい、ブルマなんで技が使えないんだ、読みにくいな。ブルマの次、苦闘点入れません？ブルマから今回の事件を聞いた2人はブルマたちをカプセルコーポレーションに送り届け、氷の大陸へ向かった。あ、じゃあここまでにしておきます。高評価、コメント、チャンネル登録もちょっとでもしてもいいかなと思っていただけたらよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバイ。